皆さんこんにちは今日は助動詞「メイ」の否定文について勉強します「He may copy this book. 彼はこの本をコピーしてもいいです」を否定文にすると「メイ、まあ」の否定文は「メイ」の後に「not」をつけるのでもう一度言います「メ、ま、イ、あ」の否定文は「メイ」の後に「not」をつける He may not copy this book. 彼はこの本をコピーしてはいけませんとなります。He may come today. 彼は今日来るかもしれませんという文を否定文にするには May の否定文は May の後に Not をつけるので He may not come today. 彼は今日来るかもしれません。 来ないかもしれません。となります。let's try it. それでは、may の否定文を使って、文章を作ってみましょう。生徒は教員室に入ってはいけません。The students may not enter the room. 今週末、あなたは私の車を運転してはいけません。 彼らは今日決断しないかもしれません。They may not make the today. 私は今夜夕食を食べないかもしれません。I may not eat Let's review! 復習しましょう !He may copy this book 彼はこの本をコピーしてもいいですを否定文にすると May の否定文は May の後に Not をつける He may not copy this book 彼は この本をコピーしてはいけませんとなります「He may come today. 彼は今日来るかもしれません」を否定文にすると「may の否定文」は「may の後に not」をつける「He may not come today. 彼は今日来ないかもしれません」 どこでも勉強、com.